Thank you.両国がこの新たな段階に入った日英2防衛。Chính sách đối ngoại của Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật. Việt Nam không chỉ là hợp tác giữa hai quốc gia mà còn là ましては支援国防次官と土道防衛審議官の後ろにてそのままご起立願います。お書きの順にお手元の文書にご署名願います。最近の東シナ海、南シナ海を含む地域情勢について意見を交わしました。その中で私と残大臣は既存の国際秩序と相入れない力による一方的な現状変更の試みについて強く反対をし、法の支配に基づく既存の国際秩序の維持、国際秩序を維持するために日越が引き続き協力協働していくことなどで一致をいたしました。本日の会談では9月のハノイでの防衛相会談からわずか2ヶ月足らずの間で新たな段階に入った日越防衛協力の下でベトナムによるユニスファ参加に向けた協力について一致し、サイバーセキュリティ分野および衛星分野での覚書の署名に至るなど、さまざまな分野での協力をスピード感を持って具体化することができ、極めて実務的かつ有意義な会談であったと考えております。両国の我が国軍が我が国の周辺で共同行動を継続している状況は、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを如実に示すものであり、安全保障上の観点から重大な懸念を有していると、言えます。